第138号紹海特務艇は、日本海軍の特務艇、第1号型紹海特務艇の56番艇、太平洋戦争の終戦時に残存し、戦後は所属と艇名を変えながら一貫して、総会に従事した。マル計画の特務艇、第2121 21号艦型の138番艇、仮称艦名、第2258号艦として計画。 1944年11月5日、第138号紹介特務艇と命名されて、第1号型紹介特務艇の53番艇に定められ、本籍をクレチンジュフと仮定。1945年5月25日、戦隊外政により、株式会社四国選挙工業所からクレ海軍交渉へ引き渡し。8月11日竣行し、 本席をクレチンジュフに定められ、マイズルチンジュフ新潟港湾警備隊に編入。終戦時三存。1946年2月1日、第二福音書呉クレ地方福音局所管の総会館に定められ、帝国特無定席から除席。同日付で官名を衝徳第138号と解消し、クレ地方福音局総会部、仙崎支部所属と定められる。 1946年6月15日、副委員長の会長に伴い、所属を千崎総会部に改められる。8月20日、千崎総会部が廃止され、所属を下関総会部に改められる。1948年1月1日、副委員長が廃止され、運輸省に移管。5月1日、海上保安庁に編入され、総会線 MS-23 となる。 8月20日、船名を聖徳第138号 MS-23 に定められる。室蘭沖で、総会産業中の12月20日、殉職者1名を出す。朝鮮戦争で、日本特別総会隊が派遣された際、本船は予備船として、下関で待機した。1951年12月1日、船名を、淡島 MS-23 に改正。 1952年8月1日、保安庁警備隊に移管され、第2幕僚幹部新潟航路警戒隊、第10総会隊に編入。1954年1月15日、舞鶴地方総幹部舞鶴基地警防隊、第10総会隊に編入。1954年7月1日、保安庁警備隊は、海上自衛隊に改装。総会艇となる。 舞鶴地方総幹部舞鶴基地警防隊第10総会隊に編入。1955年9月、呉地方総幹部呉基地隊第3総会隊に編入。1957年9月1日、定番号を MSI-683 に改正。11月1日、佐世保地方総幹部下関基地隊第6総会隊に編入。 1958年9月9日、暮れ地方総監部暮れ基地警防隊第4総会隊に編入。1961年3月31日、支援船に編入され、船名を総改造船25ヤム -22 改正。1963年1月1日、選手故障を総改船に改正。同年3月31日、 海上自衛隊から除籍された AB 世界の艦船海上自衛隊全艦停止 P42 による世界の艦船日本海軍護衛艦停止 P114 では昭和27年8月1日保安庁警備隊に遺憾総海底に分類としている本来の低名表記は第138交渉海特務艇。 本邸が特務邸類別等級別表に搭載された1944年11月5日時点で第27号紹介特務邸、第33号紹介特務邸、第34号紹介特務邸が同票未搭載のため1944年11月5日時点で法令上は53番邸、これら3席を含めると通算で56番邸となる。 世界の艦船、日本海軍護衛艦停止、P114、海上保安庁前船停止、P66 では、いずれも12月1日総会艦に指定とあるが、そのような事実はない。昭和20年、第2副印象内例、第5号及び同第7号中に、本艇の艇名は存在しない。昭和20年10月1日付軍務1台180号の定めによる、 自動除籍、ありがとうございます。